背番号5番鹿山拓磨です。鹿さん、ビビ君とは仲いいですか？鹿仲間なんで、鹿山とビビ君、鹿仲間で仲いいです、ね、鹿山選手のインスタとかもビビ君のアイコンにしてますよね。してました。変えましたけど。え最近変えました。ビビ君がもうほぼビビ君になってて、俺のアイコン、見たことあります？全部ビビ君なんです、ほぼ。俺の顔ないからまた変えてきます。今日ビビ君のテーマは何を？今日は社長のリベンジを込めて、私がけん玉対決パート2をやりたいと思います。8回？はい、社長、今回でビビ君の応援が叶いました。見ました、社長が惜敗してるの。だから俺がリベンジに来ました。けん玉が得意です。得意？大得意。おお。はい。それでは、よーい、スタート。やばいやばいやばい、やばいぞ。ビビ君2回、はい、3回、ビビ君3回、あ、やばい、マジやばい。鹿山選手4回、鹿山選手5回、残り30秒、鹿山選手6回。あっ、7回、8回、ムカチやか。9回、15秒、10回、ビビ君4回、8、7、6、5、4、3、2、1、13回、しゃビビ君5回、鹿山選手13回。勝った、リベンジ果たしました。ビビ君も上手かったですし、まあでも俺の勝ちです。実力の差が出ましたね。ちょっとやってたぐらいですかこれ？本当にちょっとだけです。でもお兄ちゃんめっちゃ上手いです。お兄ちゃん県で優勝したりします。県で優勝、うん、すごい。ハンデいただいたのに緊張してしまいました。また挑戦したいです。リベンジVS 司会もね、お願いします。まあ、チームとしては J1 昇格に向けてまだ誰も諦めてないので、サポーターの皆さんも共に戦ってくれたらなと思います。よろしくお願いします。